おい親父、また俺をいつまでも使わねえ気じゃねえだろうな。秘密兵器とか言って、ね、おい親父、君たちは喧嘩したからお仕置きです。おい親父のやつ怒ってるぞ、なんとかしろミッチー。元はといえばてめえが。誰がミッチーだ。大体黙って聞いてりゃ安西先生親父だぞ、この無礼者。花道、おめえはどっちにしろベンチだからいいじゃねえか、実力から言って。ああ、なんだと両親、この天才になんてことを。大体